はい、どうも柳田です。今回の動画はですね、1年間の情報発信による収益、これの公開をしていこうと思います。よろしくお願いします。いつもはですね、古物市場とかブランドオークションを使った中古品の転売の手法について解説しているんですけれども、まあこんな感じでね、大量に商品を仕入れてきて転売してますみたいなことをね発信してるんですが、今回はですね、2020年の9月の時点で僕自身がですね、 YouTube でこう情報発信を始めてちょうどね1年の区切りになるわけなんですね。なのでまあ1年のその節目として、ちょっとですね、この YouTube 経由でどれぐらいの収益が得られたのかと、情報発信をしてどのように変わったのかっていうことについてちょっとですね、公開させていただきたいと思います。まあ転売のね情報とはね全然関係ないことなので、まあ興味がない方はごめんなさいということでご了承ください。僕はね、その1年前にですね、まあ波に乗ろうと、 YouTube のね動画の波に乗ろうということで撮り始めました。一番最初に上げた動画がですね、なんか梱包の仕方というような動画を上げて、で、自分の顔も映さずにですね、こう手元だけでね、こう梱包していくっていうね、なんか意味のわからない動画をね上げたんですけれども、まあ意外とですね、その一番最初に上げた動画がですね再生されて、僕のですね YouTube のチャンネルの中でも未だにあれが一番再生の回数が多いんですけれども、それをねアップしたんですね、ちょうど1年前に。でそれから実はね、1本目のその動画を上げてからですね、僕自身はもうね不安でいっぱいで、あの変な動画、ね、声もボソボソ喋ってるしね、自分の顔も映ってないしね、あの変な動画がね、どうせ誰にも見られてないだろうと思って、不安でね、それから1ヶ月間ぐらいね、ずっとねノーチェックだったんですよ。一切ね、その動画がどうなったかっていうのはもう怖くて見れなくて、1ヶ月ぐらい放置してあって、で1ヶ月経った後にね、あ、そういえばどうなったかなと思ってチラッと見たらね、なぜかその動画が1000回以上再生されていたんですよ。うわ、1000回と思って、これなんかちょっと頑張ってみようかなって、ね、その1000回再生されたっていうのを見て、なんかね勢いづいたこともあって、そこからね毎日動画を上げ続けるっていうようなことに至ったわけなんですね。でまあ、4ヶ月目でその YouTube の収益化を達成する、チャンネル登録者数ね1000人を達成することになるんですけれども、まあなんやかんや言って1年間ずっとですね更新し続けてきて、今日に至っているわけなんですが、このね1年間の収益、まあこれをね今日は公開していきたいと思います。で、まあ、公開のその金額の前にですね、まずね YouTube についてどうなのかっていうことと、まあ他のデータですね、これについても合わせて公開したいと思いますので、興味がある方は見てください。でいきたいと思います。まずですね、 YouTube の動画の本数ですね、僕が1年間でこの YouTube で何本の動画をアップしたのかというと、このねメインチャンネルで上げてる動画、まあ、サブチャンネルにちょこちょこっと上げてる動画、あとね非公開にしてしまった動画なんかを全部ひっくるめると、だいたいですね480本の動画をアップしました。まあ1日1本以上のペースと1、2本のペースというのはそんな感じですね。480本の動画を上げたということです。でチャンネル登録者数は1年で8500名を超えました。ありがとうございます。登録してくださって今ご覧いただいてるあなた、ありがとうございます。本当に嬉しいです。そして次、ツイッターですね。ツイッターはですね、2020年の2月ぐらいだったかな、今年に入ってからですね、この YouTube のチャンネル用のツイッターを作って、やり始めたんですけども、まあ、僕はいまいちね、ツイッターのやり方がよく分かってないんですけども、ツイッターのね、フォロワー数が、1100人ぐらいになりました。そして合わせてインスタグラムの方もですね、まあ何気にですね1100人ぐらいになりました。そして Facebook の方はですね、まあすぐにですね、あれはなんかねすぐね5000人ぐらいいっちゃうんですよね。フォロワーのですね上限が、フォロワーって言わないのかな、友達なのかな、 Facebook の場合友達の上限人数があって、あれ5000人までしかね、友達になることができないんですけれども、あれねあっという間にね実は5000人になっちゃうんですね。バーってね申請が来るんですよ、いろんな人から、世界中からね。でまあほとんど外国人だったりするんですけど、まあ手当たり次第ですね、申請 OK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  ってやっていくと、あっという間に5000人になっちゃって、でそれからですね5000人になったとこから、なんかよくわかんないね、まあ外国の方とか、なんか怪しいなとか、なんかスパムじゃないかなみたいな、ちょっといかがわしいような、人の、フォロー、友達をどんどんですねこう削除しつつやっていて、まあ現時点でだいたい4000人ぐらいが残っているっていうような、そんな感じになっております。
はい、そして次 LINE のオープンチャットの方ですね、ノートの方で販売させていただいてます。まあ、古物市場攻略法というやつですね。まあ、興味がある方はねこの動画の概要欄からちょっと飛んでいただきたいんですけれども、そちらの方でね販売しています。あの古物市場攻略の方の方ん古物市場攻略法の方で、LINE のね購入者がね全員繋がれるように情報交換できるように設置した LINE のオープンチャットというものがあるんですけれども、まあ、全員がねあの購入者ですよ。で、まあ、全国にねみんな散らばっていて各地の古物市場の情報やり取り、古物市場の情報やり取りする場として設けたんですけれども、まあ、そこの参加人数がですね、今日時点で850名を突破しております。はい、これもありがとうございます。本当にたくさんお買い上げいただいて僕は嬉しいです。そしてですねここからがですね売り上げに入っていくんですけれども、まずはですね、YouTube の収益ですね、ちょうど去年のまあ、9月ぐらいからスタートして、4ヶ月後、だから9、10、11、12、まあ4ヶ月後のね、まあ、今年の1月ぐらいから収益化になったわけなんですけども、そこからですね、まあ8ヶ月かな、8ヶ月分で、YouTube の収益がいくらだかって、ここにね、カンペがあるんですよ。いくらだかだった、いくらかだったっていうと、80万円でした、大体。およそ80万円ぐらいの収益を YouTube の広告からいただきました。たくさんご覧いただきありがとうございます。本当にねあの皆さんがですね動画をご覧いただいてまた合わせてあの広告をね見てくださったおかげで、収益をいただけております。嬉しいです。本当に中にはねなんか最後まで見た方がこのね最後まで広告を見た方が収益増えますかとかって言ってくださってる方とかねいらっしゃって本当に恐縮な気持ちでありがたい気持ちでいっぱいなんですけれどもおかげさまでですねだいたい80万円ほど収益をいただくことができました。はい、で次がですねノート、ノートの売り上げですね。まあいろいろなですねノあの種類のなんとかかんとか攻略法とあのいうものを販売させていただいているんですけれどもまあトータルでですね864万円の収益がありました。たくさんの方に買っていただきありがとうございました。はい、そしてですね、あとですね LINE のスタンプこれはですねちょっとまあブランディングの一環としてブランディングの一環として作ったその LINE のスタンプで、あの全然、そこで儲けようという気持ちは全くなくて、まあ、どうせね、儲からないだろうなというふうに、あの分配が少ないんですね。LINE スタンプ1個売れても、僕に入ってくるお金が、もう数十円とかね、100円いかないんじゃないかな、ぐらいの金額なので、まあ、作ってもどうせ赤字だろうということは分かった上で、ブランディングの一環として作ったんですけれども、まあ、そちらの方のね、収益が、3656円でした。ありがとうございます。古物市場のそのスタンプを作ろうと思って、まあ、作ったんですね。まあ、これはね、まあ、赤字なんですけど、まあ、気にしないでください。まあ、楽しんでやったと。いうような感じですね。はい、で、次がですね、まあ、あとその LINE のオープンチャットからの売り上げですね。まあ、一部ですね、LINE のオープンチャットで販売したものがあって、そちらの方もね、若干の売り上げが立っているんですけれども、そちらの方がですね、だいたい105万円でした。買っていただいた方、ありがとうございます。まあね、一緒に古物市場行ったりしてるんですけれども、そちらの方の売り上げが105万円あったというような感じになります。はい、ということでですね、僕がですね、この古物市場、ブランドオークションのことを情報発信していこうというふうに決めて、YouTube を始めて、1年間で得られた収益の合計は、およそ1050万円でした。まあ、ちなみにですね、ノートの方はですね、ここからノートの手数料が引かれますんで、厳密に言うと、まあ、収益ではなくて売上になってしまうんですけれども、売上ベースで言うと1050万円ぐらいあったっていうことですね。ノートの手数料がですね、おそらく100万以上手数料が取られるんじゃないですかね。だいたい 15% ぐらい手数料が取られてしまうので、計算してみてください。おそらく100万円ぐらいが引かれて入ってきているというような感じになっております。はい、ということでですね YouTube を本当にたくさんの方にご覧いただきそしてノートをですねたくさんの方に買っていただき、ありがとうございました。ただね僕はまあ、ちょっと前にTwitter でもつぶやいたんですけれども、まあ、もちろん僕自身としてはその自分自身がねいくら収益を得られるかっていうこともまあ非常に重要になってくるんですけれども僕としてはねやっぱりこの YouTube を見てくださった方でノートを買ってくださった方、まあ、特に古物市場攻略法なんですけどもこれを買ってくださった方が実際にですねその古物市場ブランドオークションを使った転売をやっていただいてでそんなね
チャレンジしてくださった皆さんの収益、まあ、儲かった金額の方が重要だというふうに思っていますので、できればね、本当に皆さんチャレンジしてどんどん成功していっていただければ嬉しいなというふうに思っています。本当にこれは思っています。でみんなのその見てくださってる方の収益の合計がですね、まあ、どんどんね、何百万とかね、何千万とかね、何億円、まあ、トータルですよ、トータルのね収益がそうやってどんどん膨らんでいくことによって、なんかね、みんなが YouTube でコブズイジバーのことを知れてよかったなと、あの時がターニングポイントだったなとわかんないですけどあの柳田というやつの YouTube を見たのが、僕の自分の人生のターニングポイントだったなというふうに思ってもらえる日が、まあ、来ることをですね、本当に心より願っております。はい、まあね、僕自身も10年間コブズ市場ブランドオークションにですね、まあ言ってしまえば育てられたみたいな部分があるので、ね、この狭いですね、まだ開けていない、このなんていうのかな、コブズ市場の世界をですね、皆さんに知っていただくことによってですね、発展していけばなと。コブズ市場とブランドオークションという世界がね、みんなに知れ渡って認知されていって、また発展していけば、まあ、コブズ市場という業界自体に恩返しができるんではないかなというふうに思っておりますので、まあ、よかったらですね、他の動画も今後もチェックしていってください。ということで、今回は以上になります。YouTube をやって、まあ、情報発信を始めて、1年間のですね、まあ、売上、利益の公開でした。今後ともどうぞよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまたお願いします。じゃあね、バイバイ。